種類としては同じ仲間なんですよ。唐辛子類なんですけど、長くて太くて食べるとまず苦味が少ない、あと柔らかい。他の野菜だと花を受粉させたりとかいろいろしなくちゃいけないところとかってあるんですけど、自分でいろいろやってたりしてくれるんでやりやすかったりしますね。癖がないのでお子さんとかに食べやすいんじゃないかなと思います。揚げたりとか、焼いたりとか、いろんな調理方法に適してるんで、そういった感じで食べてます。